窓開けられなくて結局暑いから台風は嫌い。ふわっと元気にコンタンスの皆さん、どうもダイです。今回もオリ&ザ・ウィラーズ・ウィスプやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はね、前回の放送を見ていただいた方は今回俺が困ってることに関しては多分わかると思うんですけれども、どうしたもんかねどうしたもんかわかんないんですが、とりあえずここかな、ルマの緑地のこの部分行けるところがあると思うので、いや多分滑空とかで行けると思うんだよ、わからんけど、まあ、どっちにしても行ってみようと思う。ここからでいいのかどうかぶっちゃけわからんけどね。ここから飛んでみて行けるんじゃないかな。行ける、行けたわ、よかった。ルマの緑地なのか、ここはニコレッタかな。お、柳木の光が砕け散った時、森の力はここに落ちた。そのおかげでこの緑地は滅びから守られてきた。でも早く見つけなきゃならないよ、オリ。光が消えてしまう。ここがあれか、滅びから逃れられた地、ルマの緑地。綺麗ですね、随分と。あ、そう、なんだっけ、前さ、バウアの瞬砲っていうか、バウア、おお、すごい、飛べる。モキじゃん。風力を見なかった？ルマの緑地に来たって聞いたんだけど。でも見つけられない。見つけられない。ここは記憶にあるより広くて。風力は賢い。だから助言が欲しいの。もし彼を見つけたら、知らせてもらえる？風力の知恵。ほー、どこ目指せばいいんだ？わからんわ。ほい。おー、すごい。分からんけど、とりあえず今どうしようか。よいしょ、なんか来たなこれな、ズルしちゃったかな、なんかワンチャンズルしちゃった感がなくもないけど、なんかうまいこといけちゃったな。まあ OK でしょう。え、ここ綺麗ですね。最近なんか暗いところ多く、ああ、やろうな。この泡をどうにか、あの泡を使ってうまいことやらなきゃいけなかったんだね、本当は。ズルしちゃったけど。ほい。いや、このさ、強力グラップルだっけ？名前忘れた。なんだっけ？強力グラップルだ。これめっちゃ便利。マジ便利。なんだかんだね、これのおかげで生きるところが増えたりするんで、とってもいいと思います。お、あ、落ちちゃった。やっぱさ、こいつらさ、多分汚れなんだろうけどさ、水の中に入ると勝手に死んじゃうよね。そういうあれなんだろうね。ここは進めへん。これは多分水の中でなんかドリルの水盤みたいなのがあるんでしょうね、きっと。水中呼吸ゲットしてるおかげでさ、めっちゃ楽だわ。ここに来る前にゲットしてて本当によかった。危ねー。こっちは今行けなさそう。羽ばたき？ちょ、いたたたたた。羽ばたきとは？あー、なるほどね。これで、まずこうして、これで上に行くから、そこを、あー、ちょっと？ほい、こういうことですね。結構時間かかりましたね。よいしょ。さて、トックさんに魚が食いついてくる。餌だけじゃなく、わしにまで捕まえるのは命がけだな。わしらがあの水中蚊みたいになれるのは残念じゃな。あれはちょっと触れられたりかじられたりしただけで引っ込む水中蚊。わしのオーバーでもそんな風にできれば釣りもずっと楽になるじゃのに。ふん。ほう、よくわからんけど。いや、でもここ綺麗。あー、ここはセーブポイントっぽい。まあ、後で行けそうですね。ん？おい。ここはモキか。し！動くなよ。魚が逃げちまう。奴らはずる賢いんだ。網があればな。でも俺のは壊れてるんだ。糸さえあれば。糸を持ってたりしないよな。
網ならなおいいんだが、ない？そうか。釣りをしている人間の目の前で水の中に入る。なんて冒涜的なんだ。強力鉱石あるじゃん。うわ、めっちゃいい。今のアクションめっちゃいい。何今の。超楽しかった今。すごいなんか爽快感のあるアクションしたんだけど今。あ、こういうこと？これでよかったんだ。なんだ？おー、すげえ。おー、水が下に落ちていく。セーブポイントが浮き出てきました。ありがてえこった。ほいで、これでセーブしました。オッケーオッケー、いいよいいよ、調子良さげ。ほい、見せ強力打撃。あ、打撃でダメージ与えられるの。え、それはいい、いいわそれは。はい、これでいったんじゃない。オッケーオッケー。さて、お、あ、ボスだね。ボスの雰囲気がまたなんかよくわかんない。水の中に入ったら一撃で死んじゃうんだよな、かわいそうに。はい、一発なんだ。ほい、ほう、ほい、いけ、よいしょ。お、ちょっとだけダメージ入るね。あ、いた。違う違う違う、強力グラップルがしたいんじゃないんですよ、それは違うんです。上なんかいけそうじゃない？あ、いけそう、いけそうっていうか、まあ降りられそうってところか。なんだろう、水がきれい。ほい、エナジー獲得。あー、ライフ獲得のエナジー版ね。なるほどね。この登り方でいいんだろうか。絶対ね、この登り方じゃないと思う。本当は違う登り方なんだろうけど、この登り方いて、この登り方がめっちゃ楽なんですよ。さて、いや、それはずるくね。いや、わかんねえそれ。初見殺しされたんだけど。で、これはこうか。お、こうですね。ウィー。あ、ルッポじゃん。ルッポのとこ取れたか。よかったー。こんにちは、勇敢な冒険家さん、探検家さん。間違えました。一箇所でこんなにたくさんの色を見たことがある？信じられないくらいすごいよね。企業秘密を教えてあげようか。僕のインクは全部ここから取ってるんだ。サンゴはびっくりするくらい綺麗な赤色になるんだよ。わかる。でもね、ここマジで一番、てか今のところオリやってきたマップの中で一番綺麗なマップなんで、やってて楽しいし綺麗だよね。やってて楽しいし綺麗？ちょっと何言ってるかわかんないけど。さて、でも行けるところはちゃんとはっきりとあるね。さてどうしようか。チラと、あべ、やっちまった。チラッと残りってか収録時間を見てしまう今日この頃。いやでもさ、シンプルにさ、こんだけさ見た目ってか見栄え綺麗だとさ、普通になんかどう、皆さん見てられますこれ。僕的にはね、毎回特に最近は結構カット多めでやってるんですけど、これはなんかカット少なくてもいいんじゃないかなって思ったりしながら、めっちゃ綺麗じゃん、だって綺麗じゃない。これは何だろう、なんか出てきそうだけど出てこない。あ、クオルク、やあ、おちびさん、ここで会えてよかった。
モーレとワール。離れ出てから長い時間が経ったが、お前さんはわしに希望をくれた。ドローのモーレ。森の力は近くにいる。そして他の者もいるようじゃ。覚えのある嫌な匂いがする。名簿も食えば。ウェイ。時は重要じゃ。ウィスプを見つけたらまた話そう。わあ。でかっ。ただただでけえわ。シンプルにでかすぎてびっくりするわ。あ、待って、こいつ。あ、浮いてきてる。あれ、なんで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 浮いてきてんの。浮くようになってる。あれ、さっきまで浮かなかったじゃん。え、いや、あまりに無理すぎて、あ、これダメだって思って、いや、マジであまりに無理すぎたんですよね。マジであまりに無理すぎて、あ、これいけんって思って、今道をさ、通り直してたんですけど、よいしょ、道通り直してたらさ、なんかここ泡出るじゃん。シャボン玉出るようになってんじゃん。いつから？うわ、めっちゃ無駄な時間を過ごしてしまった。いや、マジで、全然できなくて。いや、無理くね？これ、できんの？いけんの？無理でしょ？とか思ってたんですけど。あ、なるほどね。ちゃんと道あったわ。ああ、よかった。行ける道があったんですね。とりあえずね。で、これさ、先にさ、なんか人でついてる。はじけない。これさ、あ、これ左側は、あれだ、壊せる壁だけど、通れない壁だ。じゃあやっぱりスキルをゲットしないと。ヒットエイ。まあ、なんていうか、このゲーム多分3段ジャンプがなかったとしても、それはそれでどうにかできるようにはなってるんだろうけれども、3段ジャンプあるだけでやっぱ全然、めっちゃ便利だね。どう？死んだ？あ、死んだね。あ、これは。まあ。頑張ればいけそうね。はい、行きます。これは精霊レースのスタンドでは。やっぱここか。まあ今度やりましょう。ほい。打撃を加えまくって敵を倒していく。楽しい。さて、すごい泡だらけだ。やばやば。おー、泡っていうやつがいたんですよね。懐かしいな。そういう、おー、泡っていう風に言ってる、ファインディングにもいたんですよ、そのキャラクターが。すごい。でも楽しい。どこまで行けばいいんだい。そういう感じか。ダメだよ。ほいほいほい。まずはこれを開けておく。ん、あれなんだ。エナジーセルか。いたたた。
あー、いた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 。パウーン。楽しい。エナジーセルのかけら。ゴーレク鉱石もあるんで取りに行きましょうか。パウーン。パウーン。そしたら、開けに行きましょう。これで新スキルゲットでしょう。水中ダッシュに決まってるな。正直。ドリル的なやつだと思いますよ。それ以外ない、もはや。ほい、ほい、ほい、ほい。水中ダッシュ、来い。めっちゃ綺麗。久々のスキル回収じゃい。スイムダッシュ、おお。水中では前方にダッシュし、水面近くでは空中に飛び出します。あ、すごい。うわドリルじゃん。あ、おーおお。あ、これ勢いも全部無視していける。すごい。ちなみにこれ攻撃できる？あ、できるできる。やっぱ攻撃代わりにできるんですね。いいね、すごーい。いいっすね、新スキル。水の中でも新スキルとか楽しいじゃん、こんな。おお、すごい。これは？ん？こっちに行くにはこっち側か。いや、この木めっちゃ綺麗なんだよな。あうーん。あ、わかった。こうだ。こうしてって、いない。ほい。ギリギリ。オッケーオッケーオッケー。で、これでこうして、こうですね。はい、オッケー。これは、これを使って、上に行けと。おろ？出て出て出て。これだけ？なんか水、あれ右側には行けないのかな、普通に。あれ、こっち行けるとかそういうんじゃないの？どうしたらいいんだろう、これ。これ？あーあああ、こんな、これスイッチなんか。なるほどね。いいっすね、マジで。前は砂漠だったけど、今回はこうやって水の中でさ、こんだけたくさん器用に動けていく。こんなん楽しいに決まってるやんけ。が引いてく。で、水が引いたら上がってった。あ、これこっち側に使えそう感じがします。惜しい。こんなもんかな。オッケー、完璧。ライフセルゲット。左側にも行けるね。ちょっと行ってみようかな。なんだここは。見えない。見えないけど別に気にしなくて良さそうな感じだった。落ちつこっち。うわ、爆発した。これでさっきのところまで来れたわけだ。ごめんごめんさん。ああ、ウカバーソ、アヨタンゲロ。どこだ？セーブポイントまで戻ってきたわけですね。
そしたらこれでやっとこっち側に行けるって形か。オッケー。そしたら今回はどうしようかな。ここら辺で終わりにしとこうか。まあなんかいいタイミングっちゃいいタイミングだしね。オッケー、よかった。なんだかんだとりあえず先に進めるっていう出来事が起きててマジでよかった。オッケー。まあ、なんやかんや気づいたら結構な時間取ってたりするんで、多分結構カットするとは思うんですけど。いや、いいね。やっぱね、雰囲気および景色、さらに BGM までいいときたら、あと悪いところなんだよ。はい、今回はここら辺で終わりにさせていただきましょう。また、次回は、この、ルマの緑地のウィスプを解放しに行きたいと思います。今回めっちゃ噛んじゃうね。今日めっちゃ噛むね。では次回のご視聴もよろしくね。バイバイ。